それならいくらみっともなくてもそうする価値があるな。どこへも行かないでくれ。私も好きだ。だが私ではペーター・ホワイトほどにはお前を幸せにできないだろう。最初に会った時キスをしていた。分かっている。だが思い出すたびに腹綿が煮えくり返るんだ。あの時平然としていられた自分が許せない。お前を追い出したことも含めてな。だが失敗だった。最初の頃は冷たく当たったな。どうして今まで時計塔なんかにいてくれたのかわからないんだ。思い出すとヒヤリとするのはペーター・ホワイトのことだけじゃない。私自身お前が逃げ出しかねないようなことを何度もやってきただろう。それに私の部屋はこんなに上品じゃない。女ならよりいい生活を送りたいものだろう。
なぐ、同族嫌悪だな。ネクラで性格が悪い。私たちは似ている。似ているだろう。私もお前をひっぱたきたくなることがある。お前だってムカつく女だ。好きだ。私がいなくなっても後任の誰かが時計を直す。それで世界は滞りなく回る。お前のように唯一の存在ではないんだ。元気そうだね。
最近はどうだい？俺は相変わらずだよ。何も変わってない。屋内なんかにいちゃもったいないよ。ちょっと散歩にでも行ってこようかな。仕事に行ってくる。おとなしく待っているんだぞ。なるべく早く帰ってくるから私の帰りを待っていてくれ。お前は壊れた時計に心を痛めているのか。そういう顔をしている。そう感じる心が羨ましいな。よう。俺、あんたがここに来てくれるのを楽しみにしてるんだぜ。これからも遠慮しないで遊びに来てくれよな。お、どうだい？最近楽しいことでもあった？俺にも聞かせてくれよ。君の冒険だ。お前は壊れた時計に心を痛めているのか。そういう顔をしている。そう感じる心が羨ましいな。君がここにいてくれると帰ってくるのが楽しいんだ。だからできれば次に俺が帰ってくる時にもまだいてくれると嬉しいな。君とはもっと仲良くなれる気がする。これからもよろしくな。仕事は楽しいかだと？時計の修理は決して楽しい仕事ではない。だが誰かがやらなければならない。それがたまたま私の役割だった。それだけだ。そうだな。ここはいつも強風だ。お前が来た日はまだ弱かったか。お前は他の世界からやってきて、お前はペーター・ホワイトにキスをされていたな。今だってそこは大して変わらないだろう。
にまにまして。風が気持ちいいんだ。なんだかおかしな感じだ。お前が笑わすから。ああ、悪いが少し手伝ってくれないか。お前がいると仕事が早い。いつも助かっているぞ。これから仕事で出かける。そうかからないと思うが。いや、留守番は退屈だろうと思ってな。そうだ、町で菓子を買ってきてやろう。何か食べたいものはあるか。こんなに旅に出たい衝動が強いってことは、やっぱり俺は何かに呼ばれているんだと思う。ほら、ユリウスだって仕事が呼んでいるからあんなに打ち込んでるわけだろ。だったら俺だって何かが呼んでいるから迷子になったって間違いじゃないよな。これから仕事で出かける。そうかからないと思うが。いや、留守番は退屈だろうと思ってな。そうだ、町で菓子を買ってきてやろう。何か食べたいものはあるか。よう、こんにちは。君とはよく会う気がするな。君って貴重だよ。俺が旅の途中でこう何度も会うなんて普通じゃ考えられないぜ。ん？ああ、もちろん今も旅の途中だ。仕事は楽しいか？時計の修理は決して楽しい仕事ではない。だが誰かがやらなければならない。それがたまたま私の役割だった。それだけだ。
仕事に行ってくる。おとなしく待っているんだぞ。なるべく早く帰ってくるから私の帰りを待っていてくれ。これから仕事で出かける。そうかからないと思うが。いや、留守番は退屈だろうと思ってな。そうだ、町で菓子を買ってきてやろう。何か食べたいものはあるか？そうだな、おかしい。こうしていると恋人同士みたいだな。いや、そうなんだが。こういうのはどこぞの誰かに似合いだよな。本当にな。こういうのが若い恋人らしいのだろうか。
分かりやすく恋人らしい行動に出てみた。恋人らしいだろう。恋人らしいことならたくさんしているじゃないか。いいじゃないか。出かけるのなんて面倒だ。私はお前とする恋人らしいことを人に見せる趣味はない。